購入したね3万円ぐらいの、370ワットのソーラーパネル、どうやら端っこの方はですね線が通っていないので穴をね開けてって、ね、ドリルを使った穴を開けてパンチをし、このロープ、まあ太さ4ミリ、まあ重さ50キロで、まあこれ6キロの重さなのでパネルが6キロなんで、まあ十分じゃないかなという感じかなと思ってます。こんな感じでね、裏もしっかりねコインとこう止まってますので、はい、それでですねちょっと次の日に太陽光パネルね設置しようかって考えたんですけど、もうやっちゃおうかなと思います。実はね今日できないって言ったのはね、本当のこと言うとここにあるんですけど、実はねあの最近ね、まあ9月ぐらいからハクビシンが結構この屋根の上をねうろうろしてて、さらにこの屋根の上に夜中駆け巡るんですよ。でうるさくってですね、でこれねあのハクビシンが嫌いな匂い袋なんですけど、あの実用でねあの先月10月下旬ぐらいに設置したらですね効果的面でしばらくハクビシン来なかったんですね。でところが昨日ですね夜中ガタガタって音が聞こえて、まさかと思って、あの今ね全部交換したんですけど、古いやつと新しいやつで、あのやっぱね匂い袋の効果なくなってました。なのでちょっとねこれも設置もあったですしね、あとはねまあちょっと雑談になっちゃうんですけど、あとはねあの上の方にねあの分かりますかね、あの人感センサーっていうかね猫よけなんですけど、あれあの前に立つとねスプレーがプシュって出るやつ、あれもねちょっと切れてました。あれねあれもね結構あのハクビシンの効果ありますね。あの深夜ね見てたんですけど、結構ねハクビシンおどけて逃げてくっていう姿が見えてます。まあ見えるかちょっと分かんないですけどね、あのスプレーの下に糞がちょっと転がってたりするんですけど、結構ここがねハクビシンのね通りになってるので、まあねまたあのあんな感じでね赤いあの匂い袋を今日今つけました。でただちょっと時間があるんで、あの太陽光パネルの方をね設置しちゃおうと思います。で前使ってた煙突っていうのはこれなんですよね。これねあのこう開けるとねこう開いてるんです、穴が。で裏側はねあのこんな感じであるの で表側の方はねもうボロボロになってるので、これあもうボロボロだな、あ、うん、ちょっとねあのここをね貫通したらねパテ詰めてあのやっちゃおうかなと思います。はい、でねあの通すケーブルがね蛇腹があの予備であったので、このね MC4 をね出したいと思います。で外に出るのはこの赤い方がメスの方で、黒い方がオスの方が、まあオスって言ったらいいですかねの方が、こっち側の太陽光につながるケーブルになります。で中に入るのは、ね、赤はオス側ですね、赤はオス側で中はメス側になるので、とりあえずね先ほどの窓からねあのこの蛇腹とりあえず巻いてあの入れちゃいます。おお、あもうねこれ見てください、もうボロボロになってますね。これね取っちゃいます。よいしょ、うわすごい劣化だな。こんな感じでね取れてね、で穴の方はね外貫通してますので、ここにケーブル早速入れます。でね蛇腹の方はねもう簡単で、このね切り込みあると思うんですけど、切り込みにね
もう入れちゃいます。なかなかいいですよ。じゃあね、こんな感じでね、あの蛇腹の方ね、の中にケーブルを入れることができましたので、じゃあね、ちょっと通していきますかね。ちょっと片手だとやりづらいんで、まあすんなりね、まあこんな感じでね、通りましたね。両手、まあね、こんぐらい出てけばいいかな。じゃあもうパテの方ね、出しましたので、もうね、思い切り使っちゃいます。あんまり手でやりたいってやるとベタベタになるんだけど、確かこういうね、棒状にしてね、こうくるくる巻いていくっていうやり方で私ちょっと教わってまして、こんな感じですかね。画面が見づらいかもしれないですけど、申し訳ないですね。まあね、まあ、本当はね、ここかぶせ蓋ね、ちょっとね、今日買ってこなかったんですけど、かぶせ蓋あれていいんですけど、まあこれでね、こうケーブルがね、出るようになりました。あとは外、はい、これでですね、今あの上から見てる状態なんですけど、パテ、ね、外側も埋めて、中側の方もこう、ね、あの埋めることができましたので、あとはね、外のケーブルをね、太陽光につなげるだけなんですけど、まだね、太陽光パネルをね、あの設置してないんですよ。で、今からちょっとするんですが、時間がですね、もう4時近くなってきてね、早くしないとね、もうあの太陽の方もね、あのもう山に隠れてる状況なので、ちょっと慌ててやりたいと思います。それでですね、今このね、太陽光パネル、外へ出しました。これね、結構一人でやるの難しいんですけどね、このね、手すりに、まあ、さっき開けた穴にこのハイクレートロープをね、つけてぐるぐる巻きに巻いて外に設置していこうかなと思います。はい、今ですね、ちょっとね、両手使わないといけない作業だったのはあれなんですけど、最初あそこパテ埋めて、で蛇腹があって、蛇腹のところね、ちょっと一応まあしなくてもいいんですけどね、一応ね、誘着しました。で、誘着してからね、このね、 MC4 のケーブルをね、引き回して、このパラボラアンテナをね、ストアの方に、こっち側ですかね、回して、で今とりあえずね、保留で、ここまで、端子引っ張りました。で、太陽光の方はね、一回ね、このパネルを外に出して、一応ね、この結びを作って、まああの、ね、ちょうどいい時に屋根の下にこう見えるかな、こう引っかかりガードみたいなのがあってですね、そこに太陽光パネル引っ掛けて、ロープをね、引っ張りながらね、これをね、上にどん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 上げて、まあ、これをグーッと引っ張ると、これが上がっていくって感じです。で、もう一個の方はね、あのかかった状態のまま、分かりづらいかもしれないですけど、まあ下についたような感じで、一応ここね、本結びしてます。で、今度ね、これを上にね、上げて、一旦仮止めをしてから、ここをね、ぐる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 巻いて、手すりにつけたいと思います。ちょっとね、あの一人なんで、あの片手でやるのはちょっと難しいんで、やってみます。はい、ちょっと一旦止めます、ね、まあここはね、今ね、結びで止めてるような感じですかね。でね、ここにまだ緩んでます、ここでね、一番端っこの端の方をね、引き上げて、あのこんな感じでね、本結びのこう、輪結びっていうんですかね、何結びっていうのかわかんないですけど、一応結んでます。じゃあこれでね、ぐるぐる巻いていきます。はい、あれからですね、結構四苦八苦しました。で、一応ね、どんな風になったかっていうと、ぐる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 巻いてきて、で、巻いて端っこの方に来たら、
ね、ここを巻き結びいっぱいしてるんですけど、巻き結びをしながら、あんまりこれテンションかけるとね、湾曲になっちゃうんで、あんまりかけないように緩やかで、まあ、ここで一回ね、巻き結びかましてまして、入れてずっと下まで来て、最後、ここで一回巻き結びをした後、まあね、一番端っこのこれちょっとテンションかかっちゃってますけどね、ここに最後引っ掛けてからこう巻き結びしてます。MC4 の、ね、コネクタはね、一応誘着とビニールテープ、これ透明なビニールテープなんですけど、してます。で、理由はね、抜け防止です。MC4 自体は多分、ね、防水だと思うんですけど、であとはね、ここね、ダランダランになってるんで、まあ、夜風吹いたらうるさいんで、タイラップ止め後でしておきますね。こんな感じで一応ね、あっちのパテまで入って、家のね、中のね、あそこにね、ケーブルが出てくるとね。あとはちょっとね、もう太陽光がねないので、そうですね、明日ちょっと今日、まあデルタ2かな、デルタ2をね、車から下ろしてあるので、まあ、それで一晩ね、スマートフォン、PC の方の充電を行って、明日の朝起きて、まあ、明日も晴れるとは聞いてるんですけど、まあね、充電できてるかっていうのを確認して、まあ、終わりにしたいと思います。で、あとね、下の方のね、このね、穴、ね、歪んでるんですけど、これはね、あそこロープ余ってるので、明日、ここね、巻いてっちゃいます。でもう時間がね、4時41分でもう日が沈んでるので、もうあともう数分で真っ暗になりますので、明日に回したいと思います。以上になります。それでですね、昨日、設置したね、この太陽光パネル、今日ね、まあ曇り空なんですけどね、太陽が照りました。で、今ね、こちらの方、94% ですかね、6% ね、ちょっといろいろ充電とかで使っていました。で、今ね、出力もインプットもまあゼロということで、こちらのね、エコフローのMC4 ケーブルをちょっと挿していきます。じゃあ挿しますね。よいしょ。さあ充電になるか。お、来ましたね。おー、すごいですね。今150、160、お、160まで1来ましたね。で、そうですね、370W ソーラーパネルで、まあ、今ね、太陽が今雲に隠れたりとかしながらもちょっと変動はありますけれども、ね、十分充電できてるとか、まあ、これでね、まあこの冬ね、まあ、雪が降っても、まあ、充電してくれるんじゃないかなということですね。まあ、これちょっと一冬というかしばらく使ってみたいと思います。それでですね、今ちょっと天気がいい日なんですけど、やっぱね、さっき見ててもね、設置したソーラーパネルなんですけれども、まあ今ね、太陽が照ってるんですけど、まあ雲に隠れたりとか、今日ねちょっと天気が不安定なんですけど、まあ入力のワット的にはね、最大で330ぐらいまで、いきますね。これはすごいですね、やっぱ。うん、まあ、買ってよかったソーラーパネルかなと思っております。はい、以上となります。太陽光パネルね、この前設置してから、何日ぐらいだろう、5日ぐらい経ったんですけど、まあね、一応下の方、こちらの下の方はね、開けたね、ロープつけました。
実はね、数日前に結構天候悪くてですね、風が結構強くてバタバタしてたので、ここにロープつけたところ、まあ、バタバタせず、いいような感じになっております、まだね、そんなに日にち経ってないんであれなんですけれども、まあ、見る限りではね、劣化とかは穴開けたところはね、割れたとかね、そういうところはないんですね。で、ケーブルの方もね、ちょっとまだタイラップね、来年の春までね、ちょっと様子見たいので、まあ、インシュロックっていうかね、タイラップでケーブルをまとめて手すりにつけております。太陽についてはね、やはり日当たりが良くて、まあ、裏面もね、風通し、今ここにいてもね、今はもう冬で寒いんですけど、まあ、太陽光パネルの熱で、まあ、歪んだりするっていうことはないような感じですけど、ね、風通しはだいぶこの2階のベランダ案外いいんですよね。で、太陽なんですけど見えると思いますけども、まさに目の前にね、太陽がねあって、まあ充電もね、いい時で、まあ、300〜230W まで、ね、日当たりが一番いい時はそのぐらいまで出力ねしてくれるので、外からですね取り付けた購入したソーラーパネルなんですけど、やっぱりまんべんなくね、ちょっと今木の枝があったりするんですけど、結構ね太陽まんべんなく浴びてますね。まあ外観からは問題なさそうです、はい。まあ、太陽はねこんな感じで、まずだいぶ日がね落ちてますけれども、まあ、これでもね沈むまでずっと太陽当たってますのでね、やはりいいところに設置したかなって思ってます。あとはね、来年のね耐久まで、まあ耐久っていうか、まあ、劣化具合をねちょっと見て、で、まあ、横の方ね、あと2枚ぐらいつけられそうなんで、まあつけてね、電力増やしてなんかできないかなってちょっとね考えてみようかなと思ってます。